食べようか。はい、はい、ご飯だよ。ご飯ね。歯石ってこっち歯はないですもんね、逆にね。もう剣歯抜けちゃってるでしょ、これ穴開いちゃってるね。穴開いてる、剣歯が出てる。そう、あですね、もうほとんど歯もない。歯がないじゃん、年齢何歳も出ますね、結構ね。おじいちゃんこれもなんか抜けないから、ブラブラしない。クバとかもほとんど歯石がついて、抜いちゃった方がいいですか。抜けるようだったら抜きます。結構剣歯こんな感じで大きい穴が開いて、こう深いんですよ。下の歯もないんじゃない。じゃあベロが出ちゃう。そう、ベロちゃうのは多分歯がもうないからベロってこっちから多分。だいたい何歳ってわかります？女の子じゃないの、男の子ですね。ああ、もう10歳はいってると思いますよ。そうですか。男の子だからそんなに、女の子はもう5、6歳でもすごい10歳超えてるかなっていう、なんか歯がボロなくてっていう子いっぱいいるんですけど。白くない。ね、毛が伸びて少し体重が乗れば結構可愛くなるよ。性格いいしね。
十歳か、もらい手がなるかなっていう感じなんですよ。ただおとなしいから、うん。繁殖さん使っててっていうのは。でもオスで十歳生きてるってことは繁殖オスの種用ってことなんですか。うん、かもう全然使ってないから余計かわいそうな飼い方をされたのかもしれないです。もう いらないっていう感想使わないからっていう感じなんですね。まあ、とりあえず死ぬまでは放置的な。そうなんです。でもまあ使う子は使われてますもんね。10歳まだ数が少なくなっちゃうので。そんな体力あんのかね。ね、多分強制的に乗せられるか。ああ、そうかそうか。そうですね。骨とか曲がってるとかそんな感じではないですよね。もうだけどこう筋肉がもっと落っこっちゃってるから足がこういうふうにこういうふうにくっついちゃうね。だからね、うん、そうじゃあ徐々に栄養がつけば、うん、違います。あと歩けるようにしないとね、うん、栄養まず栄養、うん、ですね。まずねそうここは腹が触っちゃうので ね、うんうんこれもうここはこの大きさなんですよ。うん、本当は太ってるからここにくっついてますよね。ね、うん、何やってんの？座ろうとしてるの。座るのも大変なんだ。舐めてるね。よし。